はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、またまた新しいコーヒードリッパーを買いましたんで開けていきたいと思います。まあ、先週ね、このコーヒー工具のワンドリッパーを紹介したばかりなんですけれども、これは、外と内兼用として買いました。で、今回のは、完全お家用でございます。なぜなら落としたら割れるからです。このね、陶器製なんですよ。はい、それがこちら、折り紙から出ているドリッパー S サイズの小さい方ですね。折り紙と聞いてピンときた方かなりいらっしゃるかと思います。そうです、僕いくつかドリッパーとかカップとかすでに持っております。これがネイビーで、これオレンジで、向こうにあるよく使うカップがマットブルーで、これレッドですね。こんな感じでいろんなカラーバリエーションがある可愛いね、シリーズなんですよ。でもただ単にコレクション欲を刺激されて、カラバリを買ったわけではありません。まあそれももちろんあるんですけれども、合わせ買いした商品がありまして、それがね、これのバージョン違いなんですよ。むしろ今回に関してはこっちの方がメインかな。ドリッパーよりね、これがリニューアルされたんで、買いました。でとりあえず開けていきましょう。いいよ。お、いいね。割らないようにそっとね。大事に大事に。いいよ。おー、いいねいいね。あ、めっちゃ綺麗や。はい、こちらまず本体のドリッパー部分ですね、ターコイズでございます。動画で伝わりますでしょうか、この綺麗にギザギザに折られた、もうほんと折り紙のような形。これを作るのにはね、かなりの技術力を要するらしくて、以前僕がお邪魔したコーヒースタンドで聞いたんですよ、これの裏話を。これ難しすぎて、作るのに10回に1回くらい失敗するって。今もそうか分かんないですけども、一応そんな話まで聞いたことがあるくらい、めちゃめちゃ、難しいね、形らしいですよ。陶器で作ってますからね、これ金属じゃないですからね。陶器独特の温かみのある質感と重みと色と、うん、いいね。並べてみるとこんな感じです。うわ、めっちゃ可愛い。よ、おお、これだからね、ドリッパーで揃えたくなっちゃうんですよね。でですね、今回は、まあ、さっきも話しましたけど、こっちをね、むしろメインで買ったんですよね、実は。それがこちら、わかりますか。以前僕が紹介した方のこの木製のドリッパーホルダーは、かっこいいかっこいいんですけれども、要は真ん中のドリッパーを受け止める部分が丸いんですね。トゥルトゥルしてるんですよ、木製だし。だこれによって何が起きるかっていうと、ドリッパー本体をこうやって受け止めた時にちょっとぐらつくんですね、滑るんですよ。だドリップポットを近づけた時にこうやって当たってね、ちょっと傾いてしまったりだとか結構あったんで、ここだけね、ちょっとどうにかならないかなって思ってたところだったんですね。で、そこへ生まれたのがこちらでございます。はい、見てください、この綺麗に切られた見事なギザギザ。これであればしっかりドリッパーを受け止められるはず。乗せてみます。いいよ。お、あ、結構浅いんだな。あ、でも、あ、オッケーオッケー。おおおお、よし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 。よっしゃ。あ、長年の悩みが、あ、ついに解決された。他のやつも乗せてみよう。お、あ、いいねいいね、しっかりはまってくれるわ。あ、でも色味的にはどっちかっていうと、どうかな、ホルダー側の色味が明るくて透明だから、コントラスト的にこの暗い方が合うかなと思ったけれども、いやでもこっちもこっちでいいな。なんていうか、光を取り入れるタイプのコーヒースタンドとかでめっちゃ明るいところで、おしゃれに入れてくれそうなイメージありません？すごいいいな。で、これ当たり前って思われるかもしれないけど、これだけ全部がしっかりはまってぐらつかないってことは、ドリッパーそれぞれのブレがないってことね。10個に1個削ってるだけはあるわ。しっかりとしたものを作っているから、要はこの折り紙ドリッパー全体の安定度というか、どれを使ってもどれを買っても個体差ほぼほぼなく、しっかり折り紙ドリッパーの抽出ができるってところが明確になりましたね。すげえ。さすが折り紙。あ、ちなみに僕折り紙さんから何ももらってませんからね。ちょっと自腹で買ってますから。で、冒頭で今回買いましたって言いましたけれども、僕実はこれ5ヶ月か6ヶ月くらい前、春頃買った製品でございまして、YouTuber 得意のちょっと寝かしておくタイプをしていたんですよ。で、その後折り紙さんからなんかリニューアルがあって、ここわかるかな、ここです、見えますでしょうか、この折り紙ジャパンっていうシールが貼ってあるの分かりますかね。これね、今はちゃんと彫ってあるらしいです。
まあこれあくまで噂で聞いた話なんですけれども、どうやらこの折り紙ドリッパーのコピー製品を作るところが現れたらしくて、それに対抗してというかちゃんとオリジナリティを出そうっていうことで、ホルホーに変えたらしいです。だから多分ロットにもよると思うんですけど、皆さんが今後買った場合届くのは、掘った方だと思います。まあこれはこれで貴重だけどね。もう買えないシールタイプの折り紙だからいずれ剥がれてしまうけれども、まあ次ね、一応マットブルーとか、マットグリーンとか狙ってるから、その時にねまた見たいと思います。はい、というわけでね、ちょっと話が長くなりましたが、今日はこのドリッパーを使って早速ね、コーヒーを入れていきたいと思います。今回ドリップスタンドをどっちにしようかな。こういう輪っかタイプってさ、基本的にこうやって乗せる形になるけれども、決してホルダーを使っちゃいけないなんてことはないし、こっちの方がね、むしろ様になったりもするし、あ、これはこれでいいな。どうしよう。迷いどころだな。まあでもとりあえずこっちの方がよく見えるから、こっちにしましょうか。ちなみに木製と並べるとこんな感じになります。こっちの方が気持ち高いですね。で、さらに色の選び方次第でこうやって並べた時にめっちゃ可愛くなるから、要はコーヒースタンドとかでこんな風に2連ドリップしてくれたらめっちゃ映えますよね。いや、これは空張り欲しくなるわ。商売がうまい。はい、それでは早速コーヒー豆測っていきましょう。今日使いますのはカズマックスブレンドボリューム2サマーブレンドですね。夏も終わりっちゅうことで最後に使おうかと思いまして、でこのドリッパーもね、地味に夏色してるなと思って、まあ見方によると思うんですけどね、青色っていうことで雪を連想する方もいらっしゃるかもしれませんし、冬って寒々しい感じ、僕はね結構夏色に見えるんですよ。夏の青空みたいな。まあどっちかっていうと今後狙っているマットブルーの方が青空近いかもしれませんが、まあそこは置いといて。こういうところ地味に楽しむのも好きなんですよ。コーヒーって味覚だけじゃないからさ、視覚とか触覚とかいろいろなもので、コーヒーの道具だったり、まあ、そのものだったりいろんな風に感じて楽しむっていうのがいいと思うんで、まあ、これもね楽しみたいと思います。しっかり入る。あ、嬉しい、折り紙ドリッパーが安定してる。よし、OK、それでは入れます。あ、めっちゃいい時間。テンションの上がる道具を使ってね、テンションの上がる美味しいコーヒーを入れて、いやでもほんと折り紙ドリッパーって綺麗だよね。最近いろんなコーヒードリッパーとか、まあ、器具増えたけれども、折り紙製品ほどここまで可愛らしいものはなかなかないと思う。これプレゼントとかでもらったら絶対嬉しいでしょ。え、こんな時にローバッテリーマジで。持ってくれ持ってくれ。いい香り、いい時間、いい道具、いいコーヒー。あ、そしてちょっとやっぱりドリッパーにもかすったけれども、揺らがないね。これは美味しいコーヒーが飲めそうでございます。よし、下ろします。あ、下ろすときにこのスタンド掴みやすいね。安定度が違いますわ。よし、はい、というわけで入れ終わりました。こちらターコイズの折り紙ドリッパーを使って入れたコーヒーでございます。よし、じゃあせっかくなんでね、ここにない色味のカップを使ってコーヒー飲みたいと思います。うわ、めっちゃ可愛い。そう、こんだけね、ほんと折り紙製品ってカラーバリエーション豊富なんですよ。これ以外もいっぱいありますしね、僕も持ってますし、とりあえずじゃあ今日はこれでいただきましょう。
よし、オッケー。いただきます。おいしいおいしい。やっぱテンションの上がるね、いい道具で入れたコーヒー、いい味やいいコーヒー時間だな。うん、うん、やっぱり慣れた折り紙ドリッパーだし、ちゃんと思った通りの味が出せました。非常においしいやっぱ折り紙ドリッパー早いんだよね。ハリーほどじゃないかもしれないけれども、コーヒーが重くなりすぎずにすっきりとした仕上がりになるから、この高品質なね、塩水ドリッパーすごいおすすめですよ。特にこれからコーヒーを始めたいっていう初心者の方にもいいと思います。すごい入れやすいしね。で、今回これ買ったことによって、あ、もうほんとよかったもっと早く買えばよかったと思ったけれども、正直ね、最初これ出た時にプラというか、まあ、樹脂だからさ、正直この木製と比べるとなんかおしゃれさ負けてんじゃねえかって正直思ったんですよちょっと悩んでたんだけれども、そもそもこのドリッパー本体が非常にね、質がよくおしゃれだから可愛いから、これとね合わせることによってそんなに損なわれないんだよね。むしろこれ自体もクリアタイプでよくこんだけいい感じに作ったなっていう、実物見てみてね、意外に良かったあんまりねツルツルしなくて、ちょっとね表面ザラついてるんですよ。でよく見ると折り紙ロゴも入っているし、非常にねいい早く買っとけばよかった。まあでもこっちはこっちでね、おしゃれで可愛いんで、使っていきたいと思っております。まあ使い分けですね。はい、というわけで、今回はね、ターコイズの折り紙ドリッパー買いましたけれども、やっぱこれまでいくつか持ってきたけれども、やっぱ買ってよかったこれからもね、きっと、空張り増えていくと思います。まあドリッパーだけじゃなく、カップもね、これから折り紙製品揃えていきたいと思ってるんで、もしね、お持ちの方は、この色もいいよとかコメント欄で教えていただけたら、そそられますぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけで、今日のカズマックスのコーヒーワールド折り紙ドリッパーターコイズのご紹介でございました。概要欄にリンク貼っておくんで、もしよかったらチェックしてみてください。はい、というわけで、また次回お会いしましょう。じゃあね。